毎年、ダントツ1位に、名古屋芸能人の猛反論。最低だろうと思っていたけども、これだけポイントが、低かったのは、びっくらこいた。そう言って、自嘲気味に笑うのは、名古屋市長の河村隆、67、だ。今夏、名古屋市が行ったアンケート調査の結果が、関係者並びに名古屋市民たちを愕然とさせている。調査は、東京、大阪、札幌など、全国の8都市に住む男女を対象としたもの。買い物や遊びに行きたいか、という質問の回答を指数化したところ、名古屋が 1.4 ポイントと、最下位になってしまったのだ。トップの京都、37.6 ポイント、に比べると、わずか27分の1。7位の大阪でさえ 16.8 ポイントだから、その不人気ぶりは歴然だ。さらに、最も魅力的な都市と、最も魅力に欠ける都市を一つずつ選ぶ質問では、名古屋を魅力的と、答えた人は、わずか 3%、逆に魅力に欠けるという回答は、30.1% もあった。関係者をよりがっかりさせたのは、他の7都市の市民は、自分たちが住んでいる都市を一番魅力的と答えているのに、名古屋市民だけは東京や京都の方が魅力的と回答していたことだったという。こんなアンケート結果について名古屋だってみんなが知らないだけで見どころはたくさんありますよ、というのはお笑いタレントの金太郎、34。同じ愛知県でも岡崎市生まれの彼女だが、大学卒業後は名古屋市でダンススタジオの講師などをしていた時期があった。特に車で旅行をする人には、すごくおすすめです。道が広くて車線が多いので、すごくドライブしやすいんです。中区にあるラシックは、東京でいうと表参道ヒルズのようなイメージでしょうか？買い物が、楽しめる複合商業施設です。それに名古屋駅前にあるミッドランドスクエアは、おしゃれな映画館もありますし、デートするにもいいですよ。48階建てで、展望台から名古屋市内を一望できます。でも考えてみると、人気がないおかげで、人が殺到しないのが、名古屋の良さなのかもしれませんね。名古屋は大都市なのに人が少なくて、街も電車も東京みたいに混んでいません。自分ってこんなに心が、広いのかって思うくらい、落ち着いた日々を送れますよ。今年、3月、マツコ・デラックスが、バラエティ番組、月曜から夜更かしで、名古屋人はよそ者に厳しい問題、などを取り上げ、反響を呼んだ。確かに、名古屋人は、排他的、というイメージは根強いが、本人たちはどう考えているのだろうか？名古屋市出身の女優、伊藤舞子、52、は言う？確かに間口は、狭いですね、苦笑。お店なんかに行ってもそっけないです。でも通っているうちに、陽気だな、みたいになってきますよ。間口が狭いから、理解してもらいづらいですが、奥行きが広いのが名古屋なんです。だから一度受け入れられれば、とても楽です。実際、住んでいる人たちは、名古屋から、引っ越そうとしません。ふるさとの魅力を熱く語ってくれた、二人も期待する、名古屋の逆襲。河村市長には、何か秘策はあるのだろうか？まず、鉄筋コンクリート造りの名古屋城を、昔の図面をもとに木造で復元すること。あと、1000メートルタワーじゃな。世界一高いタワーができたら、名古屋は地の利がいいから、人が集まります。タワーのてっぺんには、一部残った初代シャチホコを置いて、地上758メートルには、展望台を。758？ なるほど、名古屋ですね。展望台から階段を歩いて、金のシャチホコを触れるようにする。それぐらいやらんとと思ってますが、市長は会社社長と違いますからね。予算もあるし、市議会もある。酒の間にゃ、やっとれん。毎晩、焼酎を飲みながら考えてます。